今日は新しい働き方というようなことをお話をしたいと思います。私ベンチャーキャピタリストなんですけれども、ベンチャーキャピタリストっていうのがどういう仕事をしているかわからないと思うんですけれども、起業家を応援をして会社を立ち上げる、事業を立ち上げるっていう仕事をさせてもらってます。働くって、会社に学校をですね卒業して働くって言ったら皆さんどういうことをこう考えますかね。働くどうですか、高校生の方。大体ですね、この働くっていうのは皆さんひょっとすると会社に勤めるということを想像すると思うんですね。ここで話の最初に、働くっていうのに2種類あるなと、いうことをちょっと説明をしておきたいと思います。働くっていうのは会社を学校を卒業して会社勤めをする、すなわち時間を会社に売るんですね。その契約をやって働くことになります。組織に労働時間を売る働き方っていうのがあります。これは給料をもらいまして、それで労働契約をやって法律で守られています。職務の分担があります。一方で我々が見ていきたい働き方っていうのは、会社に時間を売ることではなくって、事業を実現するっていうことのことも、もともと働くっていう意味だったんじゃないんですかね。例えば狩猟時代、農耕時代、それから商業の時代、何かを実現することが働くことであったのに、我々はいつの間にやらその会社に時間を売るということを働くことだというふうに見るようになったんじゃないでしょうか。それをですね、ジョブシーカー、職を探すことをジョブシークって言いますけれども、ジョブシーカーと、それとその仕事を作っていく側、ジョブメーカーと言いますけれども、世の中にもしジョブシーカーばかり、すなわち大学を卒業して高校を卒業して就職することばっかり考える人たちばっかりが、このもし世の中だったとしたら、これは仕事を作る側の仕事が雇う側も必要なわけですね。で、私のことにちょっと話を戻したいと思うんですけれども、私は実はですね、1945年に戦後の戦争が終わった翌年ですね、12月に南海大地震がありまして、そこで津波がありましてですね、何百人もの人が亡くなりました。四国でですね、四国、それから紀伊半島で。私の母親の母親はちょうどですね、小学校4年生で、それで、父親をですね、この津波で、亡くしました。で、私は母はですね、高校卒業して結婚しまして、津波の12年後ですけれども、私は四国の徳島県海部郡海南町阿佐馬の谷48-1というですね、非常に長いな住所で生まれました。まあ、とにかくど田舎ですね。それから中学校の時には、私は水泳の選手になりまして、これも一番真ん中にいるのが私ですけれども、全国大会を目指しましたけれども、まあ県では優勝したんですけれども、全国大会に行けず挫折しました。で、私は一体自分誰なんだろうかと、一生懸命私は水泳の選手になろうと思って努力してたんですけれども、水泳の選手になれなくって、それで受験校に行きました。で、町にですね、医者っていう職業しかなかったので、私は医者を目指しまして、勉強しましたけども、2年浪人をして、それで結局奨学金で経済学部に入ることになりました。ところがですね、私は医者になるつもりでずっといたのに、結局高校時代ですね、でとりあえず高校時代の友達のところに、大学に入って行ってみたら、シェイクスピア研究会というところにいたので、それでそこに入って演出家になることになりました。で、これ当時ですね、私がシェイクスピア劇を演出したテンペストっていう芝居なんですけれども、六本木で上演ができて非常に大成功でした。で、私はもうですね、ちょっと学生芝居では有名になりましたので、よし演出家になろうというふうなことで意気揚々ですね、先輩を頼っていきますと、先輩が言うにはですね、君はお金持ちの家の息子なのかと、そうでないと演劇なんてやってられないよと
いうふうに言われて、いやとんでもありません、徳島県海部軍海南町大里阿山万端48の1ですというふうに言うと、それはやめた方がいいということでですね、演劇の道を挫折して諦めることにしました。で結局自分は一体誰なんだろうと、もう23歳になってましたね。とりあえず経済学を勉強 してみようと経済学部に入りましたのでね。で友達とですね経済学の勉強して、当時台本を一生懸命読んでたので、経済学の本を読むとですね字がこう浮いてこう見える、読める感じ、それぐらいこう本を読むのが得意になっていて、でそこで私が感じたのは、まず世の中にはジョブシーカーとジョブメーカーがいるなということです。工業産業革命の後工業革命があって、20世紀ですね、これは会社がいっぱいできて、それでそこに勤める人が世の中必要だったわけですね。でジョブシーカーがいっぱいその教育によって生み出されるっていう時代から、21世紀もう15年経ってますけれども、ジョブメーカー情報革命ですね、いろんな人がいろんなことができるような環境にガラッと変わってると。であとですね、経済学で学んだのは、いくら立派な社会貢献活動もですね、ちゃんとこう事業化しないと歴史の中で多くの人に行き渡らないと、結局どんな作業も事業化をきちっとしないと人に迷惑を結局かけてしまうと、自己満足の活動になってしまうということを学びました。その中でですね、私は1982年ベルリンの壁が崩壊する7年前ですけれども、お隣の中国は当時12億人の人口だって言ってたんですね。その12億人の人口のうちの半分の6億人がもし計画経済共産経済からその資本主義経済にもし移行しなきゃいけなくなったら、私はもう移行するしかないというふうに経済学の本を読んだら見えたわけですけれども、そうすると半分の6億人割る、ですね、1社あたり1000人会社が採用するとすると、6億人割る1000で割ったら、そうですね、60万ですね、60万社がいきなりですね、この世界史の中で起業しなければいけなくなってくると。ということはですね、これは私が生きてる上にうちにですね、企業ビッグバンが来るんじゃないかというふうに私思いましてですね、それでこれはベンチャーキャピタリスト、すなわち会社を立ち上げるのを手伝う仕事がいいんじゃないかというふうに思ったんですね。でところがですね、ベンチャーキャピタルの先輩に話を聞きに行ったらですね、君は何を考えてんだと、この東西冷戦構造の真っ只中でもっと現実的なことを考えなさいと、経済学部の学生なんでしょうということでえらい怒られました。でとにかくですね、私はまあシリコンバレー行ってみようということでシリコンバレー行ってみました。そこで学生の身分ながらですね、いろいろとコンコンコンと I came from Japan と、 I'd like to become a venture capitalist と、 Do I have to get to MBA と、 Not necessary と、これは受験で勉強した部分否定だなと。それで What is important to become a venture capitalist というふうに言いますとですね、 Human understanding という単語がこう聞こえてきました。 Human understanding といえばですよ、シェイクスピアですね。ここは過去完了だなと。I had directed Shakespeare drama in university と言いますとですね、That's it とこう来たわけですね。これは受験勉強、ありがとうございます。これって予備校で学んだ口語でその通りって意味ですね。よし、これでベンチャーキャピタリストになろうと思って、日本に戻ってですね、会社に入ったわけです。これがですね、結局会社に入ったんですけれども、ベンチャーキャピタリストっていうのは本来その会社を育てるその仕事なわけですね。にもかかわらずですね、私はそのベンチャーキャピタルのベンチャーキャピタリストになるんじゃなくて、ベンチャーキャピタル会社に入ったんですね。ベンチャーキャピタル会社にで、結局ベンチャーキャピタル会社に就職をしましたので、まあ、ジョブシーカーとしてベンチャーキャピタル事務所に入ったんですね。でそうするとですね、命令が全部人事異動でですね、決まってるんですよ。この部署にあんたは入れと。でそこでこういうふうな仕事をやれと、今日はこうしろ、今週はこうしろ、
来月はそうしろ、まあ、組織人だったら当然のことですよね。 PDCA で管理されながら。でところがですね、まあ、とにかく給料が毎月できてもできなくてもちゃんと入ってくると、これいいなと、まあ、いうふうに思いましてですね、それで東京で仕事をした後北海道に転勤をすることになりました。北海道ではですね、ほとんど上場会社がない原野のような場所で、こう北の一番北なんですね、北海道って。涼しくって素晴らしいところなんですけれども、上場会社がない。この上場会社がないこの北海道から上場会社を出さなきゃということでですね、いろんな起業家の人ととにかく毎日毎晩話をしまして、それでスーパー福原さんだとか、いろんなところに投資をして、共生レンテムさんとか投資をしまして成功するんですけれども、その中で1991年ちょうど日本がバブルで沸いていた時ですけれども、名称すら当時はですね一般的でなかったんですけれども、老人介護、医療とか福祉とか保険とか、こういう単語は一般的だったんだけれども、介護っていう単語は新聞にも出てなかったんですね。でその介護っていう時代が高齢化社会がやってくるんだから、高齢者の人たちをその介護するサービスっていうのが一大産業になるだろうというふうなことを思いましてですね、まだ従業員が1人、社長と合わせて2人でやっていたジャパンケアサービスという会社に投資をしました。これを調整するのにですね、ものすごい大変な思いをしました。なぜならばですね、単語がないので説明にならないんですね。とにかく未知のフロンティアなので、フロンティア分野には実績がありませんね。それからデータがないんですよ、その業界の。それから経験者がいない。だから誰に聞いてもですね、わけわからないと。でこれから産業ができていく、いって雇用が発生して、それで新しい商品が市場に投入されて新しい時代ができていくという一番最初のところなので、それを自分たちでやっていこうという時にですね、この組織を説得するのが大変社内調整で手間取りました。その結果ですね、私はまた自分は誰なんだろうということなんですけれども、働きすぎてですね、胸膜炎になっちゃって、それで、創生側の近くの病院にですね1ヶ月入院することになりました。33歳の年ですね。良かれと思って未来のために投資をしようとするのに、みんな私のことをですね、なんでそんなわざわざ変わったことをするんだというふうなことを言われましてですね、変人扱いされてしまうと。しかしまあ非常に業績もよろしかったので、私は北海道の投資先が次々と上場することになりまして、7年半のを経てですね、東京に転勤しました。さて東京に転勤して私はどんな産業に目をつけたでしょうか。 IT 当たった人は何も出ないですね私が注目をしたのはですね、コスプレですね、日本のアニメですね、これを世界に出していこうということで、まだ萌え系っていう単語がなかったんですよ、1995年当時はね。でこれも従業員が社長と奥さんと2人でやっている会社に通ってですね、よしこれを一つの産業化にしていこうと、いいぞということでやったら、それ組織にもなんかまた調整しなきゃいけないですよね。データがない、これも必死で調整をしてですね、審査部員をコスプレパーティーに連れて、ネクタイをして連れていくとですね、もう会場全部コスプレですよ。そこにネクタイを締めてすいませんみたいな感じでですね、すごいなみたいな、こんな感じで入っていきましてですね、それで投資をさせてもらったんですけれども、それがですね、まあやっぱり会社の中では帰り際にお前はなんていうところに投資をしようとするんだと当時言われましてですね、それでいつも私は変わり者扱いを受けるというサラリーマン時代の前半だったですね。もう35歳になっていました。でところがですね、組織の中でやった仕事が次々と介護サービスも萌え系も全部上場してですね、組織の中で異端者と言われる、あいつはちょっと変わってるやつなんだということですね。でそこで自分は 誰なんだろうかと、こう38歳にもなってましたけれども、思い直してみましたけれども、とにかくですね、古い組織というものはですね、その変化、時代の変化ですね、時代の変化っていうものをどう感じます？リスクと感じるんですよ。
なんかこう自分の組織が変わっちまうんじゃねえかっていうことでですね、組織が変わらないようにということで、時代が変化するのを組織はですね、一緒にリスクマネジメントっていうことでリスクと感じるんですね。ところがその個人はですね、時代が変化する、特に若者は時代の変化こそがオポチュニティ、機会ですよね。だから組織ではなくてですね、個人の創造性こそが重要なんじゃないかということで、私は会社組織を離れてですね、独立ベンチャーキャピタル事務所を作ろうということで、日本で初めてですね、個人でその代表をやるそのベンチャーキャピタルファンドっていうのを作りまして、自分の判断で投資をしていこうと、まあ、いうことを考えたわけです。ところがですね、実際組織を離れてですよ、14年間ももう結局勤めてましたけれども、離れたらどんな感じがするかっていうとですね、まあ非常に居心地が悪いんですけれども、パンツを履かないでズボン履いてる感じ、履いて歩いてる感じ、非常にこう気持ちが悪いですね。まあそんなような感じで、独立するってこんなことなのかということをやっぱり自分自身でも体験をしまして、歩きました。で、堀場製作所の堀場さんにですね、この話をしたところですね、堀場さんに説明したらですね、これもう断られるんじゃないかなと、スタートアップにしか投資をしませんと、ない産業に投資をしますと、まあ、いうことを言ったらですね、堀場さんは、10分ぐらい聞いてて、堀やとこう言ったんですね。びっくりしたんですけれども、非常に勇気をもらいまして、それで、創業投資に邁進することになります。 DNA に投資をしたのもそういうファンドで投資をしまして、最初立ち上がりのところはシステム発注で大変苦労した難波智子社長ですけれども、これ DNA のもう1000億企業になりましてですね、グラフを見ていただくと1000億企業なんですけれども、横浜ベイスターズを買ったのは上場のですね、もう5年ぐらい経った後なんですね。はい。で、私が投資をしましたのは IPO の前、この前のあの部分をですね、拡大するとこんな感じです。もう最初の3年間はずっと赤字、立ち上がりのところはとにかく準備なんで、準備中っていうことは売り上げが立たないから赤字になるわけですね。で、3年間苦労して結局私大金持ちになっちゃってですね、それでアインファーマシーズの大谷社長なんかからですね、厳しいアドバイスももらってたんですけれども、なんと銀座に寿司屋を持つことができたんですね。ありがとうございます。で、その税金をですね、結局その私はお世話になったのはやっぱり田舎なので、東京じゃなくて田舎に納付しようということで住民票を移しましてですね、それで数千万円の税金を田舎に納付いたしました。それで駅前にですね、高校生が雨宿りができるこう建物がまあできたわけなんですけれども、東京に戻ってきてこれをもう少しこう制度化できないかなと、まあ、いうことでですね、日経新聞さん の夕刊にコラムを書きましてですね、それが現在の日本のふるさと納税になったと、まあ、いうことでございます。ありがとうございます。で、結局私もですね、ジョブシーカー、ジョブメーカーってこう考えると、教育っていうものが実際日本の教育は全部その就職のためのジョブシーカー向けの教育だなと、まあ、いうことでですね、私もジョブメーカー向けの教育を子どもたちにやってあげたいなと、まあ、いうことを思いまして、ゼロから始められる学園祭での企業体験プログラムっていうのを考えてですね、プログラム化しました。チームを作って、事業計画作って、それで会社を起こして、それで事業の準備をや、資本を集めて事業の準備をやりまして、販売をやりましてですね、それで決算書を作って、それで株主総会をやって解散をすると、利益分配するというのをちゃんとその会社のルールでやってみると、まあ、いうことですね。で、子どもたちにですね、よく言うのは花を育てるみたいなもんだよと、種は皆さんその起業家の人たちですね、で種に根を張って、それは会社組織を作ることですけれども、資本を集めて、それで志を持って芽を出して、それで森の中で枝を張り、葉っぱを茂らせて探索していきます。ここかなと、ここかなみたいな感じですね。で、
葉っぱが茂らしてここだぞといいところで、それで太陽の光が機械ですね、事業の機械ですね、それでここだったらいいなというところに主力商品の花を咲かせます。で蜜を出してですね、顧客であるミツバチに来てもらって、それで受粉をして、そこでできるのが果実、すなわち利益ですね。まあ、こういうことをその体験をするさせてあげようと、まあ、いうことですね。さてあなた皆さんの働き方はどうでしょうかと、まあ、いうことですね。もう結論のところですけれども、あなたは組織人なんでしょうか、それとも自立した個人なんでしょうか、ジョブメーカーなんでしょうか、ジョブシーカーなんでしょうか。常に時代というものは必ず音を立てて変わっていきます。いろんな事件が起こりますよね、毎週のように。その中で我々は生きていかなきゃいけない、21世紀に生きていく成功のヒントをちょっとお話ししたいと思うんですけど、まず一つ目は、まだ解けてはいない未来のですね、その変化をやっぱり機会としてしっかり捉まえるということ。二つ目はですね、束縛から解放されるということ。これ特に20世紀的な組織の束縛ですね。自由に自立精神を持って、それで勇気で行動してですね、変人扱いを大体受けます。だけれどもそれに屈せないで試行錯誤で忍耐を持って実行すると。それで傲慢を避けて、ジョブメーカーの視点であれば、人生いつかどこかでですね、必ず実を結ぶ日が私はやってくるんじゃないかと思うんですね。私の好きな言葉をちょっと紹介しておきますけれども、水のように生き生きと、水のように力強く、水のようにこだわらずと、まあ、いうことです。でとにかく21世紀の人類のですね、働き方、これはもう組織人の人も、それから個人もですね、あらゆる20世紀のですね、20世紀っていうのはそういう世紀だったんです。従属的組織からですね、精神的にみんなが自立して、それで起業家精神で考えて行動して、それで試行錯誤で新しい平和な社会を作って、まあ、大変だけれども幸せな人生をに挑戦をしていくということが重要なんじゃないかというふうに思います。最後にですね、私の母の、まあ、おじいちゃんですね、私は見たことも話したこともないんですけれども、おじいちゃんが死んだ時にですね、津波の時にやっぱり全世界からいろんなものを送ってもらったそうで、本当にこの場を借りてですね、お礼を言いたいと思います。それからたまたまですね、本当につい数日前のことですけれども、スタートアップを愛したですね、堀場製作所の創業者堀場正夫さんがですね、お亡くなりになりまして、本当に私の心の支えだったんですけれども、彼の意思を継いで頑張って私も起業家をこれからも応援をしていきたいと思います。ありがとうございます。